マリア・サンブラーの、マリア・サンブラーのア・ラルコンは、スペイン・マラガ県、ベレス・マラガ出身の哲学者、追筆家。マドリード大学にて、ホセ・オルテガイ・イガセットやハビエル・スビリの下で哲学を学ぶ。その後、1930年に、マドリード大学の刑事上学講座の助教授となり、哲学を講じる。フランコ政権受立後は、スペインの多くの知識人たちと同じく、 欧米メキシコ、プエルトリコ、キューバ、イタリア、フランス、スイスなどを転々とし、スペインへの帰国は最晩年のこと、1984年11月20日だった。サンブラーノの思想は、当初はオルテガの生の哲学に影響を受けたが、オルテガの生の理性、ラソンバイタルを死の理性、ラソンポエティカへと読み替えて進化させることで、 オルテガの影響下から離脱し、独自の思想を形成した。そのため、マドリード学派の中でも、オルテガの異端の弟子であるとも呼ばれている。ガルシア・ロルカ、パブロ・ネルーダ、オクタビオパス、アルベール・カミュ、ルネ・シャールラとの信仰を通して、サンブラーノの名は、ラテンアメリカやヨーロッパでも知られていたが、亡命のために、スペイン国内ではあまり知られず、 スペイン国内で広く知られるようになったのは帰国後、1988年に女性初のセルバンテス賞受賞者となってからのことである。それに先立ち1981年にアストリアス交代子賞コミュニケーション及びヒューマニズム部門を受賞。なお、無類の猫好きとしても知られ、30匹もの猫を飼っていたという、など、ありがとうございます。